おはようございます。i7NZBG でございます。i7NZBG ってまずなんだよ。今思ったけど、今思ったわけじゃねえけど、なんかその誰も見ねえだろうし、記号にしちゃおうと思ったんですよ。その、あ、まず言うか、280人の達成、登録者数達成でした。ありがとうございます。280人の方、方が、あの、なんだ、登録してる方がいたらさ、まああの、なんで i7NZBG でって思うんでしょうけどね。もしかしたらこの登録者数を達成するごとに、 時折この話をするかもしれないんですけど、ボケてるわけじゃない、ボケてんのか。うん、あとほら、皆さんほら、あのー、なんだ、例えば僕が280人達成したとして、10人達成の頃の動画とか見ないと思うんでね、一応話すとするとね、えっとですね、<laughs> まあ聞いてる人もいないと思うんですけど、あのー、まあ、何する動画かわからないから、あのー、こう、 個性がつく名前はやめようと思ったんですよ。例えば、料理チャンネルとかつけちゃうとさ、あ、料理するんだって思って、料理しない人見ないじゃないですか。で、ただ、料理してねえけど別にこの動画は。あの、なんだ、ゲームするとかさ、まあ、いろいろやるんだけども、まあ、いろいろやっていく中で、もし固定の何かの動画の種類について人気が出たら、そこに名前を変えていくっていうのもありなのかなと思ったんですよ。うん。 あと、ま、あほら、一回たす登録してもらえばさ、名前が何でやろうとなんかわかるじゃん。あ、あの、わけわかんない記号のやつだなって思っていただければさ、いいかなと思ってたんで、それがね、よく働くか悪く働くかわかんないんですけど、あの、うん、だからな、個性をね、つけたくなかったんですよね。だからこの名前にしてるんですよね。読みづらくて本当にすいませんって感じなんですけど、まあ、ハーモニカ増えてるあいつっていう感じでいいんじゃないかな。はい。えー、 いいう感じでございました、ね、えっ、ー、とそうだなまたね300人に登録者数が近づくに従ってねまたこう動画登録者数追加の数字が増えてる印象がありますね最近の最近のイメージとしては視聴時間とか視聴回数っていうのは 今までほど多くないんだけど、依然として、登録を、新規に登録してくれる人が、なんか増えてるっていう感じですね。だから、なんだろうな動画あたりで、こう、アトロクしようって思ってくれる方の割合が増えてる、うん、それぐらい質の高い動画が増えてるのかって思ったんですけど、そんなことはないんですよね。今まで通りっていうかね。うん。というか、 どの動画作ってもなんか、もちろん、もちろん褒めてくれる方もいるし、すごく嬉しいんですけど、なんかその、そうだな、やっぱり一番売れてる動画が人気ありすぎてな、なんか、ちょっと不安になっちゃいますよね。あ、これじゃこういう動画じゃないのかなと思って。あ、またこん